警視庁サイバー犯罪対策課は東京都の警視庁生活安全部にある警察組織。警視庁本部署務規定により加藤に該当する。日本の警察はサイバー犯罪対策としてサイバー犯罪対策室を道府県警察本部に設置している。東京都の場合はハイテク犯罪対策総合センターを2000年2月に設置した。 前身は1999年5月7日に設置の警視庁ハイテク犯罪対策センター。警視庁組織規則第57条の3によると、ハイテク犯罪対策総合センターは、港区新橋に置かれ、ハイテク犯罪に係る総合的対策、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、インターネット端末利用営業の規制に関する条例、 高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関する任務に当たる。センターは警視庁本部に設置されているハイテク犯罪総合対策本部及びハイテク犯罪総合対策本部幹事会の事務局でもある。警察職員勤務規定によると職員は私服で勤務する。2005年9月の段階でセンターはデジタルアーツ、ネットスター、ウェブセンスジャパン、 ジャワードの4社に犯罪関連サイト情報を提供している。2010年4月1日、センター内に高度情報犯罪取締班を新設した。2011年4月1日、ハイテク犯罪対策総合センターからサイバー犯罪対策課に名称変更。課長、次長、班長、警視庁、コンピュータ犯罪捜査官やハイテク犯罪テクニカルオフィサー等の サイバー犯罪捜査官らで構成される。詳細は、ハイテク犯罪テクニカルオフィサーを参照警部以下の階級で、管理職でない職員は、ハイテク犯罪対策総合センターでの、ハイテク犯罪にかかる実務経験が2年以上経過すると、ハイテク犯罪テクニカルオフィサーの認定に推薦される、基準を満たす。身に、覚えのない電話や、電子メールが迷惑である。 インターネットで知り合った相手からインターネットを利用した嫌がらせを受けている。インターネット掲示板で誹謗、中傷を受け仕事に支障が生じ悩んでいる。犯罪予告された、名誉毀損を受けた、詐欺、悪徳商法にあった、インターネットオークションで商品が届かない、などの事例が対策課に寄せられている。相談は、東京都内の場合、サイバー犯罪対策課で電話により受理している。 管轄の警察署でも相談できる。被害届は管轄の警察署で受理する。センターではパソコンの操作技術と修繕の受付は行っていない。民事上の損害賠償などの相談は警察で専門的に対応しないため内容に応じて弁護士会その他の機関、団体等を紹介している。緊急の場合は110番通報が推奨されている。 ハイテク犯罪対策総合センターと各警察署が連携し検挙に至る。他人の無線 LAN、インターネットカフェ、携帯電話等からの犯行も検挙している。ありがとうございます。